津賀町の青木でございます。ただいまは皆様方のご承認をいただきまして、本当に重責となります選対本部長ということでありますが、今後よろしくお願い申し上げたいと思います。現在の栃木市は私どもが責任を持って進めてまいりました合併当初1市3町、そして1市4町、そして本年4月には1市5町ということで、最初の構想通りに再スタートすることになりました。そういう中で最初の合併協議会の会長である江戸の人とともに、合併後はこのような新しい栃木市を作っていこうということで約束を、本当にものすごい多くの項目を協議してまいりました。そして当然のことながら、その後の3年数ヶ月の状況を見させてもらってまいりました。そういう中で旧栃木市としていろいろ節約をしながら頑張っていただいたにもかかわらず、この間借金は増える、資金は減らす、まあ、こういうような状況というふうに私は理解しております。政治あるいは行政を司る者としては、一番大切なことは、私は会社と同じように行政経営力が一番だと私は思います。今言われたような話の中で、このまま栃木市が進んでいいのだろうか、こういう大きな懸念を持っている一人でございます。もう一つはやはり政治力であります。政治力というのは人脈、簡単な言葉で言えば顔であります。これがどうも今の状況はそのようになっていないというのが私の認識であります。やはり16万以上の市になるわけでありますから、国に対しても県に対しても知事を筆頭に、それらの人脈というか顔を通じ合って、常に言いたいことを言い合えるような間柄でなければ、この行政のトップという立場には適正ではない。このような観点から、どうしても今回4月の選挙につきましては、小手寄正夫立候補予定者が必ずや市長に到達するように、全勢力を挙げて私も戦ってまいります。それには皆様方のお力、そしてまた今日お集まりの皆様からのいろいろな関係者への周知徹底を図っていただいて、何が何でも4月にはそのような成果がとして結びつきますようにお願い申し上げ、これからもよろしくお願い申し上げ